ラジャ・フマボンはフィリピン海軍のフリゲート艦である。2011年まで長年にわたりフィリピン海軍の機関を務めフィリピンにとって最大の戦闘艦艇だった。艦名はセブ島でフェルディナンド・マゼランにより最初にキリスト教の洗礼を受けた族長の名前ラジャ・フマボン EN ラジャ・フマボンにちなむ。 この時イスラム教徒として反抗し、マゼランを打ち取ったのがラプラプであり、ラージャは、サンスクリット語で王の意味である。アズ・ユーエスセスはサーテン・サーカー1945アズ、JMSDF、初日サーカー1967アズ・ AFP ・ラージャー、フマボン・サーカー2010、1943年キャノン9 5衛駆逐艦、アザートンとして工行。1945年5月6日。 ドイツ U ボート艦隊の潜水艦をアメリカ東海岸で他の艦との共同で撃沈。戦後は艦令が若い古艦から順に冷戦時代における西側同盟国への援助に用いられ世界中で活躍することとなる。1955から75年朝日型護衛艦初日となる。同じく対応された元はアミックである同慶艦。 朝日と二隻で活動し、旧帝国海軍の駆逐艦、リコと護衛艦、若葉と共に、霊明期の護衛艦隊を支えた。1976年アメリカ海軍に返還後、1978年にフィリピンに売却され、1980年よりフィリピン海軍に収益。一時代官民国ですでに韓国海軍に位をされていた同系艦キョンキ。 en, uss, m ア＆ a a カンオン ,en, uss, サットンでマイナス771の装備品を使いオーバーホールされた後、初日はラジャフマボン brp ラジャフマボン。朝日は、ドゥツシカツナと解明され、元ブース en, uss ブース解明後 en, brp, ダツカランティオと三席で活動する。百九十三年、タノニカンが、 台風の被害を受けたり、スペアパーツ化するなどして退役する中でラジャーフマボンも一旦退役するが、その後再び現役復帰する。軍艦の対応年数が通常25年と言われる中、本艦は慣例70年を超えていた。2011年3月にアメリカより譲渡されたハミルトン級カッターウェックマイナス715ハミルトンが本艦に代わって、 フィリピン海軍に収益し、近い将来には、マエストラーレ級フリゲートの導入が図られる中、2018年3月15日に、ついに退役。アメリカ海軍での収益から実に75年、アメリカ、日本、フィリピンの3カ国で、計60年間に及ぶ、現役生活だった。フィリピン海軍との親善訓練の実施について、防衛省、 2017年6月3日閲覧。phnebbs.oldest warship phase away.2018 年3月17日閲覧。ありがとうございます。